はいどうもデザー放送デザーです大塚です えー、コメントいきます。はい。えー、今日はコメントを2本。えー、今日もですね。えー、昨日もやりました。えー、2本やろうと思います。あの、自分の中あの、望まない会社に入ってしまった場合であったりとか、あの、まあ、望んで入って、そしてあの、最初からこう、あの、話で分かっていたけれども、えー、そしてそれを飲み込んで、あ,あ、いいですよってやったんだけれども、あの、やっぱ違うな、みたいな。<laughs> <laughs> やっぱなんかちょっとあのテンション上げ上げになんないぜみたいなあのそういう感じかあのあると思うんですよやっぱり最初は結構あの勢いがあって何でもやります手摘み手下ろしあの自分全然楽勝ですってあの言ったはいいけど実際にやってみるとちょうだりみたいなあのそういうことってあると思います、えー、なのでもうあの言ったはいいけどやめたいなと、えー、こういう質問ですねはいあの2本いきます最初の1本読みますねはい、えー最近会社で 大型免許を取らせてもらって、最近から、えっ、ー、と、大型ユニックに乗ってますと。えー、なかなか家に帰れず嫌になってきました。えー、最初に言われてたんですが、やめたくなってました。えー、免許取らせてもらったので、どうしようか悩んでます。えー、ちなみに最初持ちです。転職も何回もしてますし、36歳です。動画で解説お願いします。えー、ということでですね、えー、動画で解説をお願いされてしまいましたんで、えー、動画で解説しましょう。えー、これはですね、えっ、ー、と、そのままいてください。はい。<laughs> あの、まあ、病でやめましょうって、あの、言うのは簡単なんですけれども、 あの、このケースの場合は僕はやめない方がいいと思います。あの、この文面から察するに、なんかあの、なんだろ、すごくもう、あの、自分にはもう絶対できないとか、危ないとか、あの、そういうことではなく、なんかあの、ちょっと違うな、なんか、かったるいな、たるいな、あの、やめたいな、みたいな、そういうなんか、さらっとした嫌な感じ。あの、そしてこの方多分、あの、いいところも多分あると思うんですよ。その会社で、あの、ま、免許取らせてもらったしっていうのも、ま、一つ あると思いますけれどもあの、そんなに100イヤじゃないんですよね。この文面から察するに。えー、なので、今、やっぱり、あの、1月2月は転職シーズンではないと、えー、何度も繰り返し、あの、申し上げているようにですね。あの、このぐらいの不満だったら、あのー、やめて違うところ行っても、あんまり、こう、納得するところに出会えないと思います。えー、そして、まあ、36歳ってまだまだ若手でやり直し全然聞きますので、えー、転職何回しててもですね、大丈夫。僕30回してますから、あのー、<laughs> 多分30回以下だと思 思いますよこの人も転職なので全然問題ない転職の回数は問題ないですし36歳まだ若手ですであの妻子がいるということなんで簡単にパッとあの仕事を辞めるのはあんまり良くないかなとあのまあ、た多少今までのちょっとあのこう、えー、情報発信とは反するかもしれませんけれども僕としては話してないつもりあのそこまでのあの決定的な不満だったりとかあの決定的な約束違反だったりとかがないんだったら、えー、一応ですねこのままえっ、ー、だらだらいいな だから給料をもらいながら、あの仕事いい仕事を探して、えー、いい仕事を探しながら、あの仕事もして。えー、いい、いい仕事というか、いい会社っていうのは結構すぐには出ないんですよ。で、あの、たまにポンと出るので、あの、そこに、えと、ー、すぐに行けるように準備をしておく。例えば免許を取っておくであったりとか、あの、奥さんを説得しておくとかね。あの、今の会社もう、あの、辞めたいんだけど、ちょっとタイミングが合わないから、あの、いい会社出て、タイミングがあったら、もう、俺、すぐに辞めて、そっち行くからね、みたいな。それ、ちょっと、あらかじめ。 あの、了承しといてね、みたいな。神さんとちょっと、あの、なら打ち合わせしておくとか、あの、そして、まあ、あの、いろんな、こう、人脈を広げて、その中から、あの、あ、これいいじゃん、みたいな、紹介してくださいよ、みたいな、あの、紹介で入るのがないし、一番いいので。 なので、そういう、えっと、ま、人脈作りだったり、免許作りだったり、その周りの、えっと、地固めをしておく、え、時期に、えっと、今来ているんじゃないかなと思いますので、え、これ、あの、ま、どうしたらいいですかみたいな、あの、やめたいと思ってるんですけど、みたいな感じだと、えっと、今のところは、えっと、だらだら、だらだらだら、なんとかごまかしごまかしでもいいので、あの、安全運転で、えっと、やっていただきたいなと。とにかく今は転職シーズンじゃないので、え、4月以降、はい、 あの、ま、なんだったらボーナス、次のボーナスもらってからみたいな感じまで、えー、やっていただきたいなと僕は思います。 はい、以上です。ありがとうございます。えー、そして、似たような、あの感じの質問、こちらもご紹介させていただきます。えー、はじめまして、いつも動画拝見させていただきます。ありがとうございます。えー、去年から運送業に未経験で転職し、半年ほど経ちました。えー、今の会社に不満はないのですが、担当している仕事内容が自分の持っていな、いたものと、えー、違い、少し満足できていないです。えー、会社にそれと長く言ってみたものの、焦らなくていいみたいな感じで濁されます。えー、会社の人の話では、やはり私の担当している便がやりたが ある人人がいいなくく私私の前にににしててててたたもすぐに変えてくれと言って私に回っ回きた模様、えー、会社の扱っている仕事内容をちゃんと調べなかった私も悪いのですが、えー、会社自体に不満もなく、私がしたい内容のものも少しあるため、えー、あるみたい。メインは他の内容ですね。えー、自分がやりたい仕事は他にあると、えー。今のところで頑張り、自分に他の仕事が回ってくるのを待った方がいいでしょうかというご質問。ちょっと長文でしたね。どうもありがとうございます。 あの、やっぱ、会社を辞めるって大したものじゃないですか。僕みたいにもうあの、嫌だったらすぐ次々みたいな、あの、そういうのってまあまあ稀なケースであって、会社を辞めるって結構大変で、で、やっぱこの方も、あの、そうなんですけど、あの、切実さがあんまり感じられないというか、まあいいところもあるけど、そして自分の悪いところもあったしな、みたいな、あの、今の仕事別にいてもいいんだけど、ちょっと違うんだよな、ぐらいの、あの、そういうちょっとテンション上がんない系、えー、なんか <laughs>、あの、そういう人は、 あの、ち、と、違う会社に行ってもやっぱテンション上がんないんですよ。あの、自分の100点の会社ってないんですよ。やっぱり、あの、どっかちょっと違うなっていうところを抱えながらみんな仕事をしてます。えー、なので、この仕事やりたいなと思って、えー、例えばユニックの仕事やりたいと思ってユニックの仕事に行っても、あの、なんかあの、植木を運んで、こうユニックでおろすみたいな仕事で、いや、植木じゃなくてなんかちょっとそういうんじゃないんだよな、みたいな、あの、もっとこう、ドーンと一個物の,の材料みたいなのを下ろしたいんだよな、とか、あの、ちょっと違う 違うみたいな。あの、そういうことあると思うんですよ。えー、それってやっぱりあの、どの会社にもあって何度も言う通り、100点の会社ってのは見つからないんですけど、80点の会社ってのは探せばあるんですよ。えー、で、この方の場合も、えっ、ー、と、これ80点なのか、70点なのか、65点なのか分かんないんですけれども、赤点ではないんですよ。えー、ということはやっぱりすぐにやめてくださいっていうほどは差し迫ってないので、えー、そういう場合は今転職シーズンじゃないし、あの、まあ、コロナみたいなのもあって非常事態なので、今 はその会社にとりあえずいてですね、あのお茶を濁し濁しながら濁しまくりながらあのそこにいて働きながらあのいい会社をリサーチするえー、そしてさっきも言ったように地固めをする免許を取るとかこうあの上さんを説得するとかねあのそれでは多少貯金をするとかあのまあ、そういうところに当てていって、えー、いい会社が出たらすぐに切り替えられるようにあのいつでもドンと飛び込めるように準備をしておく方が僕はいいと思いますえー、そしてこの方はですねあの嘘には見計 経験で転職して半年ほど経ちました、えー、っていう方なんですけど、やっぱ未経験で入って半年って言うと大体慣れてくる頃なんですよ、えー。なので仕事も慣れてきてあのなんとなくもうあの、えー、惰性でこなせるようになってきたら、えー、こう周りも見えるようになってくると。えー、そして周りを見渡してで自分の状況を見たらなんかちょっと違うなと。えー、でなんか嫌なコース受け持たされていいように使われてちょっと気に食わないなみたいなあのそういう話もあると思います。えー、これやっぱりあの気に食わないっていうのは誰にでもあるもので。 そして、あの、どの会社にも気に食わないコースあるんですよ。えー、そして、みんなが気に食わないコース、自分も気に食わなかったら、あの、とにかくこのコースじゃないのを、あの、こう、当ててもらえませんかとか、あの、私も半年やったんで、ちょっとローテーションで次の人に回してほしいんですよね、みたいな話を上司にしておくとか、あの、もうやめる、やめないっていう最終決断ではなく、会社の中で、あの、まあ、上司とか先輩とかに相談するなり、えー、そういうので、あの、自分の状況をよく、会社の中でよくしようと、 あの、そういう風に動いた方がどっちかというといいと思います。えー、で、その結果、えっ、ー、と、全然良くなんなかったりとか、逆に悪くなったりしたら、えー、次のステップとして、あの、転職を考えればいいだけの話で、えー、もうあの、一足飛びに、あの、転職やめて違ういいとこないかな、みたいな、あの、考えても、いいところって募集しないんですよね。やっぱり当たり前なんですけど。で、いい会社は募集しないので、やっぱり、今、以下の会社に行くことも可能性としては全然あります。えー、ので、ここまで、あの、あ、ここまでそんなにあの、なんだろう、不満ではない。 ちょっとの不満がいくつかある。でも満足しているところもあるみたいな。あのそういう場合はえっと会社を辞めずにその会社の中で自分の立ち位置を高めるとか、あの自分の満足度を上げるみたいなあのそういう感じ。まああのトラック新車にしてくださいとか、あのあのちょっとあのコースいいですねとか、自分のやりたい仕事をするとか、あの逆に休みを多く取ってあの資格を取りに行くだったりとか、まああの家族との時間を増やしてそっちであの充実させるとか、まああの副業を始め めるとかですね。まあいろいろあると思うんですけれども、えー、会社を辞めるという最終決断ではなく、えー、そっちのえっ、ー、と今は自分の周りの状況をこうあの内部から改善していった方が、えー、割といいんじゃないかなと、えー、この方の場合も思います。なのでやめずに、えー、今の仕事をダラダラ濁しつつ続けていい会社を探すと、えー、そういうことですね。はい。えー、僕の結論としてはあのー、そう思います。はい、えー。会社を辞めてもすぐにいい会社は見つからない。そして焦って あの、あ、もう、やめてしまうと、やっぱり焦ってすぐに働かなきゃっていうバイブさん働きますので、あの、そこで変な会社に捕まって、あの、もい労働させられるよりは、今のところの方がまだマシじゃないかなと。えどっちがマシかという話になりますけれども、あの、だったら、こう、まあ、長期的な戦略で見た方がいいと僕は思います。はい。えー、ということでですね、えー、こんなもんでしょうかはい。<laughs> えー、ありがとうございます。もう一個行きましょうかね。えー、 はい。<laughs> ま、そんな時間ないか。はい。えっ、ー、と、教えてください。自分働いてる運送会社、アナログタコでそのためにタコを戻したりして乗らされてるんですけど、辞めたらどこか聞いてくれるとこ、訴えるところはあるのですかえー、という質問来てますね。ありがとうございます。えー、アナログのタコグラフを、えっ、ー、と、まあ、出したり入れたりするっていうことは、えー、ブラックロードさせられてますよ、と。えー、そういうところにお勤めだということで、はい。秒で辞めましょう。えー、ということで、秒で辞めて、えっ、ー、と、労働基準監督署にその証拠を持っていってください。えー、<laughs> 基準監督署もしくは労働センター、えーまあ、最初は監督所、えー、基準監督所に持っていくのがいいんじゃないかなと、えー、思います。あの、<laughs> アナログのタコグラフを使っていること時点でちょいちょいグレーだなって気するんですけど、あの、もう出したり戻したりをあの会社の指示でさせられるということは、も、ま、う、あ、完全に超絶ブラックな会社ですので、はい、秒でやめましょう。えー、ということになりますね。以上、テーザー放送、鉄夫でした。ありがとうございます。では、ご言いあ